さとあのなんちゃらラジオ。こんばんは。こんばんは。さとあの幸子です。ともこです。なみです。今週も始まりましたなんちゃらラジオです。よろしくお願いします。お願いします。なんちゃらアンケート、うん、はい、このコーナーはさとあのインスタグラムでアンケートをいろいろ取りまして、うん、その結果をもとにいろいろ喋っていこうというコーナーです。はい、それでは早速一つ目のアンケートテーマは、はい、一つ能力を使えるとしたら、はい、タイムスリップ、瞬間移動、はい、この2つでアンケート取りました。はい、その結果はタイムスリップが 46%、うん、瞬間移動が 54% でした。うん、はい、ほぼほぼ半々。半々だね。うん、本当どう使うかっていうのを考えた時にっていう感じじゃない、うんうん、タイムスリップは過去か未来かっていうことなのかなっていう私の認識。うんうん、そうだよ。そうだよね。瞬間移動は場所。場所。すぐもうこの今、今。過去にとかじゃない、うん。今。場所移動ってことだよね。うん、そうか。瞬間移動だな。私タイムスリップ。何すんの？何すんの？だってさあの時こうすればよかったとか時に戻ってそうして、うん、だからあれだよ、あれあれ、ドラマ。ドラマを見んの？ドラマ。前やったブラッシュアップライフ、ブラッシュアップライフを手軽にするみたいなことができるってことじゃないの？そういうことなのかね。そういうこと、変えれるってこと、ただ物過去に行くだけ、未来に行くだけとかじゃなくて、え、変えちゃうよ、変えれる、変えちゃうよ変えちゃうよ、私はあれは面白いよね。うん、変えちゃう、変えちゃう、絶妙に変わっていく。うん、だからタイムスリップして過去変えて、うん、普通に戻ってくるんじゃん。うん、そしたら変わってるってことでしょ。怖くないそれ。え、ちょっと面白くない。あれちょっと間違えた、やっぱもう一回戻って、うん、こうしようとかね、やり直した、ね、うん、あと未来もちょっと見えたりして、未来ね未来あれやばいじゃんと、うん、じゃあ今こうしとこうとかさ、うん、で瞬間移動はさ、移動してる時間も好きなんだもん、だって私。それはわかるよ、うん、ずっと寝てたいからさ本当にさ、ね、寝るのをさ自分の軸にしすぎじゃない？ギリギリまで 寝れるじゃん。軸にしすぎじゃない？うん、いや、ギリギリまで寝る。だからさ、痩せたんだよ。え寝るのを軸にしたからアミシ痩せたんだよ。寝ることないよ。だって寝るって本当に痩せるらしいよ。そうなの？ね、そんな寝てないよ、実際。嘘。仕事の時。仕事の時は起きてようよ。じゃあ仕事がある日で、まあ、そんな寝てない。でも本当に寝たいんだ。もう迷わず瞬間移動だね。寝てるか、うん、その用事を、うん、用事にイベントごとに行くことだけでいいんだ。自分の時間はもういらないってこと。うん、どういうこと？あ、じゃあ仕事の時だけだな。仕事の時だけかも。でも瞬間移動は私も移動の時間好き。移動の時間の時しか私音楽聴かないから。ああ、そっかそっか。音楽聴くとのために電車とか長く乗りたい。うん。ってのはある。仕事の時は、行きだな。帰りはいい。帰りはいい。帰りはいい。電車乗る。けど、行きはずっと寝てる。ギリギリまで。寝ることができるからってことか。そうそうそう。で、見た目とか全部整えた上で瞬間移動するみたいな。そうそうそう。そう、まあ、それは楽だよな。それだな。それだね。すごい朝早く行かなきゃ遠征とかさ。あ、遠征それも、ね、待って、遠征めちゃくちゃ良くない？うん、3人ともさ瞬間移動使えたらさ、うん、遠征交通費めちゃくちゃ浮くじゃん。交通費行くよ。浮くじゃんね。うん、そうだね。そうだよ。それめちゃくちゃ良くない？うんうん、めっちゃいい。交通費かからないバンド。いらないですみたいな。いらないですなんて。やばいよね、うん、それやばい。旅行とかさ、うん、瞬間移動とかだったらもうみんな行きまくるでしょ、うんね、ちょっと新幹線とか乗りたい気持ちもあるから、うんうん、そういう乗りたい気持ち、うん、その
新幹線とかを楽しむ、うん、道中も楽しみたい人だけが使う乗り物になるみたいな、うんうん、今後はそうだ、ね、みんな瞬間移動っていうものをさ、ね、使えるようになったらさ、うん、楽しみたい人はどうぞ。新幹線までに瞬間移動とかね。ああ、それだね。それいいかも。瞬間移動で新幹線の席についてるみたいな、ね。それめっちゃいいわ。ポン、シュンシュンシュンってこう集まるってことでしょ。うん、それいいかも。待ち合わせは新幹線の中でみたいな。うんうん、それいいじゃん。うん、それはいいけどね。うん、いいけど、え、どっちさっちゃんは？どっちかな。瞬間移動かな。なんで？タイムスリップなそんなに。まあそれもね、過去に戻りたい時もあるよ。うん、過去に戻りたい時もある。まあ確かに。それは私ライブ見たいとかかも。その戻すとかじゃなくて、そのやり直すとかじゃなくて。ああ、めっちゃいい使い方じゃん、それ。めっちゃライブもう一回見るとかが。それめっちゃいい使い方じゃん。しかも、うん、見れなかったライブとかに、うん、もう一回さ、その抽選の日まで戻ってさ、うん、抽選頑張ってさ、うん、撮るみたいなこともできるんだよ、そうそうそう、タイムスリップなら。そういう使い方するな、私は。今はもう、うん、解散しちゃったバンドとかが、うん、いた頃。そうそうそう、確かに。そうそうそう。タイムスリップ、でもそれってさ、自分が生まれた後のこと だけなのかな。いや、そんなことないよ。もっと昔戻れるよ。それだったら余計タイムスリップなんだけど、うん、それだったらそうね。味わいたいじゃん。味わいたいとか、うん、味わいたい、味わいたいじゃん。うん、うわ、迷うけどね。迷うな。いや、瞬間移動を手にしたら、うんうん、まあ、確かに変わるよ、人間の形多分。え、デブ？デブるし、デブる、デブると思うし、デブる。いやもう何、うん、すごいこうなよっとした人間以下みたいな形になってっちゃうと思うよ。確かに退化してく気がする。退化する。退化しそうじゃない、進化じゃなくて。うん、すごい悩ましいね。悩ましい。ディズニープラスで、うん、サマータイムレンダーっていうアニメ、うん、ジャンププラスの漫画、うんうん、知ってる？わかんない。あれすごい面白い。そういう話なの、うん、なんか本当にあのブラッシュアップみたいな話。あ、タイムスリップ系なんだ、戻れるみたいな。そう、あ、なんていうんだっけ、そのタイムリープ、タイムリープってタイムリープ、なんていうんだっけ、ね、なんていうの、こう繰り返しちゃうみたいな、うん、タイムリープかな。そうループ、そうだね。でもタイムリープはちょっと嫌だ。うん、タイムリープ繰り返さなきゃいけないっていうのはちょっと嫌だ、うん、なんかね、シリアスな話なんだけど、へえ、誰か一人死んじゃってみたいな、うん、あ、それを事件解決していくために。あ、面白そう。めっちゃ面白いんだよ、サマータイムレンダー。サマータイムレンダー知ってる方いらっしゃいますか？サマータイムレンダー、サマータイムレンダー面白そう、ね、結構グロいかったりするんだけど。あ、そうなんだ。あ、で結構こうほんと静かな、ま、アニメなんだ。いや静かではない。へえ。ちょっと SF チックだから、ちょっとアミ父ちゃんはちょっとあれかもしれないけど、ちょっと残念なお知らせ。残念なお知らせ、ね、うん、でも絵は爽やかで、絵は爽やかでかわ、うん、ちょっと可愛くて、うん、へえ、何それ、ちょっと怖いホラーっぽさもあり、へ、 SF チックでもあり、ブラッシュアップっぽさもありみたいな。こんな感じなんだ。うん、うん、面白いんだ。なんか繰り返していくみたいな。繰り返して、事件を解決して、最後ハッピーみたいな。へえ、あ、もう終わってるの？終わってる。へえ、映画じゃないよね。アニメ？アニメだったやつが、うん、ですね。もともとアニメで放映されてたやつが。へえ。でもそういう事件解決にもさ、うん、なり得ない。なり得るよ ね、 なり得るね。てか事件、事件を防げる、防げることはできる、うん、それはすごい、それすごいよ ね、うん、ね、全部防いでいきたいわ、いっちゃいたいわ。全部防いでやるみたいな。防いでやる、でも私が全部防いでやるわって、防いで、おいって、うん、おい、ちょっと防いでやるぞってしたい。全部、全部の事件を私はやるぞ、もう知ってるからみたいな、うん、今日でしょみたいな、防ぎに来たからみたいな、そうはさせないぞみたいな感じで全部塞いで
防いでやるっていうか、本当握ってやるみたいな感じでさ、うん、握ってやる握ってやるってあったじゃん。寿司寿司寿司のさ、なんだっけそれ、こうちゃんの、ああれの本当に防いでやる、防いでやるだよ本当に、うん、あれなんて言うんだっけあのドラマ、ね、なんだっけ、握ってやるじゃない、違うあれ寿司寿司刑事じゃないし、寿司王子、寿司王子、寿司王子、え王子だっけ、寿司王子じゃないよ、寿司王子じゃないの、寿司でか、寿司でか寿司でかだっけ、わかんない、懐かしい、なんか映画版がね、寿司でかみたい、映画版がニューヨークでさ、あ NY でさ、握ってやるとかけてるっていうさ、なんかすごいくだらなすぎて笑った記憶があるんだよね。なんかそういうくだらないのすごい笑っちゃうんだよ、寿司王子だよやっぱ、あ、そうなの、寿司王子なんだ、へ、うん、知らなかった、お前なんか握ってやるだって、お前なんか握ってやる、かっこいい、これ見たい、かっこいい寿司で、寿司王子、寿司王子か、寿司王子だ、握ってやる、やっぱり寿司職人の役なの、話だ、ね、うん、でも事件解決なのかな、そういう系なのかな、え、どうね、そうなのかな、はいはい、次、次はストレスが溜まったら、はい、という質問で、うん、3択、ひたすら寝る、うん、ひたすら体を動かす、うん、ひたすら食べるの3択、うん、はい、結果はひたすら寝るが 50%、うん、ひたすら体を動かすが 5%、はい、ひたすら食べるが 45% ということで、食べるか寝るかって感じ、ね、はい、ですね、ひたすら寝るかな、寝る、眠くなっちゃうもん普通に、うん、ストレス、なんか電源オフみたいな感じになってちゃうよ ね、うん、うだね、どんどんと、うん、眠いって感じ、もう早く寝てやる今日はって、うん、確かに、やっぱ睡眠不足だと、うん、結構うまくいかないよね、わかるわかる、そうだね、2台出すでしょ、確かにね、なんか、うん、だから寝る、でも食べるのも最高、うん、うん、食べるのもいい、まあね、そうそうね、うん、でも食べるってなったら、うん、やっぱちょっと贅沢したもの食べないとなんかストレス発散にはなんないかも、確かに確かに、うん、ご褒美、うんうん、これでさ、うん、適当なのをいっぱい食べると余計暗くなりそう、お菓子、お菓子、カップラーメンとか、ね、だともう口の中がもう、うん、そうジメッとして、うん、ね、ジメ終わるよね、それでうたた寝とかしたらもう最悪だね、なんか最悪じゃん、終了させていただきますっていう感じになるよね、うん、はい、やっぱみんなね、食べるか寝るかでね、うん、体を動かすも 5% いるけど、うんうん、アグレッシブだね、ね、アグレッシブ、運動するんだね、いい、それもいいな、汗をかく、まあ、多分本当は体的にはすごいいいことそうじゃない、うんうん、なんか忘れそう、うんうん、ストレスとか、多分この体をいっぱい動かして、うん、その後すごい食べて、うん、その後すごい寝たら、うん、多分ストレス発散になるんだろうね、3つを一気にやるってことね、うん、これはいいかもね、うん、じゃあ次、最後、はい、カラオケ、うん、カラオケは歌う方が好き、うん、見てる方が好き、うん、ということで、うん、結果は歌う方が好きが 58%、うん、見てる方が好きが 42% でした、うん、まあ、これもほぼ半々だけど、半々だね、ちょっと歌う方が好きって、うん、まあ、来たからには、うんうん、来たからには何か歌わないと、歌いたいかも、私も、どう、私見てる方がいいな、意外、そう、ね、え、でも3人でいた時もずっと聞いてたよ、うん、そう、歌わない、歌わない、無理やり入れられ、ね、なんかえ、だってさ、バンプ入れてよね、無理やり、私だってさ、でも歌うのもさ好きでしょ、歌うことは好きだけど、だってでもまあ一緒に楽しく歌う方が好きって感じなのかないや、なんかこう断然見てたい、聞いてたいの、あの本当にぼーっとして、うん、普通に聞いて、すごいよね、私、ね、ものすごいさ、いい人、いい人じゃない、ピュアじゃない、普通に、いや、別にあんま歌いたくない、でもその歌ってる人がめちゃくちゃ上手い人だったら、うん、私も聴いてる方が好き、うん、あ、でもどんな人でも歌聴いてたいかな、本当、うん、親戚とかだったら見てたいかな、
親戚とそれ確かに親戚とカラオケでみんなで行ったら、うん、見てる方に見てる方なんでやりたい。それはなんで歌いたくない、うん、なんかでもなんかさ、うん、そのバンドやってるってだけで、うん、歌はい、うん、のでやだね、そのノリ、そのノリやだよね。そうさせるのも嫌なの、うん、なんかさ出し惜しみっていうかさ、なんかこうなんていうの、控えて、うん、歌って最後の方に満を持してみたいな、うん、やだ雰囲気にされるのも最悪じゃん、うん、それを、うん、そういう雰囲気を作ってる自分も恥ずいじゃん、うんうん、だからもう歌っちゃう。あ、あの何も気にせずに、うん、もうそう言われる前に、うん、そういうの出し惜しみしてるわけじゃないんだよ、うん、満を持してとか気分ないんだけど、うん、そういう空気になっちゃうんだもん、歌わないでいると親戚、うんじゃあ次はみたいなさ、やだよね、それそろそろ、うん、みたいなさ、うん、最悪だから、うん、それ最悪だわ、歌っちゃう。でも一回歌えばさ、もうあと歌わなくていいじゃん、うんうん、見てれば。確かに確かに、そういうの関係なく、うん、そういうのなかったとしても、うんうん、見てたいかな、親戚だったら。そうなんだ、うん、歌わずに済むならそれがいいみたいな、うん、まあそれはそうだけどね。でも絶対そういうノリになるからさ、やだな、それでもまあ親戚、まあ、最近行かないけどさ、でもすごいこう昔から、うん、高校時代からずっとカラオケ行ってて、うん、もう2人で歌う定番曲が絶対あってとか、うん、その子が歌う定番曲があってとか、うん、だったらそれはもう絶対聴きたい、うん、また聴きたいみたいな、あ、うん、その人の歌うそれがめちゃくちゃ好きっていうか、ツボとか、うん、なんでそれ、そのチョイスみたいなのを、うん、何なんか歌ったり、グローブとか、で自分は知らなかったの、その子が歌ってることで知ってみたいな、あ、ね、あるよね、でもその子の歌になってるわけ自分的には、うん、グローブの歌じゃなくて、うん、でそれはなんかもうその人の持ち歌を聴くっていう感覚だから聴くの好きだけど、うんうん、本当になんかそのなんていうの、新年会とかなんかそのバイトとか、はいはいはい、であったら、それは歌えないかも、いや、いや絶対嫌、そんなの言ったことないけど、私そういうのを見てる方がほんときつい、うん、参加しちゃった方がなんか楽しい、うん、まあね、だってお金払うしさ、自分も、まあ、そうだよね、うん、そういう行かないよな、そういうのは行かないんだけど、うん、昔は行ってたの、やっぱ、うん、映画館とかでバイトしてた時とか、はいはいはい、そういういっぱいバイトの人がいるみたいなのだと、うん、そういうさあるんだよね、そういう会が、うん、やだね、でっかいカラオケボックス貸し切りでみたいな、うん、やだわ。一人一人歌うの、そういう時って誰か一緒に歌うの人もやっぱいる、うん、女の子とかで、うん、いいですよ、固まってなんかマラカスとりあえず持ってるけど振らないみたいな、うん、なんかただこうなんか持ってるみたいな人とかもいる、いっぱいいる、うん、人もいるけど、うん、その人たちよく入れるなって思うの、うん、いるだけでいい人たちなんだ、うん、そうだね、そういう子って、うん、ね、なんかね、うん、楽しいの、その聞いてて楽しい、楽しい、全然楽しいの、へえ歌いたくないかも、恥ずかしい、うん、恥ずかしいね、やっぱ、へえ、うん、カラオケ来たのに、うん、カラオケに見に行く、見に行く、うん、見に行くって、すごくない、その感覚が分かんないわよく歌えんなって思うね、みんな、だって恥ずいもん、歌うでしょ、マイクあるし、みたいな、はずい、やっぱ、うん、1、2曲は歌っとかないとさ、うん、もったいないって思っちゃって、本当、全然思わないわ何歌おうかな、え、そういうバイトの回だったら歌うかな、私絶対歌わないな、回されなさそうだな回ってこない、うん、パターン、うん、存在すら消してるみたいなこの人は多分歌わないんだろうね、あ、うん、そういうポジション慣れちゃうのはいいよね、うん、なんか本当は歌いたいのに、うん、歌いたいんだ、歌いたいんだ、歌えばいいじゃん、歌わないなって思われてんだろうなって思って歌わないみたいな、うん、でも確かに回さなくていいだろうなって思われてんだろうな、うん、あ、それやだね、本当はさ歌いたい、だってやだ、歌ったら変わる人じゃん、さっちゃんなんて、うん、いやー、それはもったいない、オーラ放ってるわ、
でそういうところもなんかムカついてくる、うん、そうそうそう、なるほどね、なんかやっぱりさその場の中の一番 の、 その権力者みたいな人が回していくみたいなノリも嫌だ、カラオケのそういう本当つまんない選曲でさ、とりあえず笑顔で口角上げとかなきゃいけないみたいな、そういう雰囲気になっちゃうのは本当最悪、うん、確かに。それだったらもう、うん、もう歌っちゃって、うん、とりあえずそのストレスは一回解放して、なるほどね、うん、解放して、なんかあなたたちとはちょっと、うん、キャラ違いますってのをなんかアピールしたいの、うん、一緒になりたくないの、はいはいはい、こういう選曲でこういう選曲で盛り上がっちゃう人とはちょっと違うんです、ね、私っていうのは一応伝えておきたいの。そういう人たちは何を歌うの、うん、だからもう定番、もう定番も星野源とかも多分そこにもう入っちゃうと思うんだけど、とか、うん、まあ、私のその当時だったら、うん、まあ、嵐とかね。嵐歌ってたの、うんうん、まあ、当時だよ当時、うん、昔の話だから、うん、当時の嵐っていう歌、うん、嵐の嵐ってやつかとか、うん、そうなんだ、うん、あと湘南の風とか、歌うの、意外、そういう、私は歌わないよ、あの周りの人、周りの人ね、うん、そういうので大盛り上がりみたいな、うん、でその時ともちゃん何歌ってたの、ね、何歌うの、え、何歌ってたんだろう私、あ、パフィーとかね、あ、あ、だから一応みんな知ってて盛り上がれてってのを選んでるけど、はいはいはい、うん、一応自分のその好きな、うん、カルチャーというかそういうのも一応伝えたいみたいな、マインドも伝えられるとこでパフィーみたいなの選びがちだったけど、うん、せめぎ合う、せめぎ合うね、そういう場でのカラオケ、そういう場でのカラオケはちょっときせめぎ合うな、きついきつい、うん、だいぶきついよ。友達同士だったら全然歌う、うん、友達同士だったらもう何でも歌う、歌わせてって感じ、うん、てか交互になるじゃん、二人で行ったら、二、うん、人で行ったら交互になるじゃん、歌わざるを得ないもん、二、うん、人は、そうだね、相手が何歌っても全然楽しい、うん、乗りますって感じ、乗りますって感じ、はい、ありがとうございます。アンケート答えていただいてありがとうございました。佐藤のなんちゃらラジオ。じゃあエンディング、はい、エンディング何かトークありましたかね、うん、なんか仕事場の若い男の子、うん、職場の、うん、昨日かな、うん、初めてライブ行く、うん、行ったらしいんです昨日、へ、初めて今度ライブ行くんですよって、うん、人生で初めて、うん、よろしかっていう、知ってる、あ、知ってる知ってる、タイトルってかグループ名だけ知ってる、へ、っていう好きなんだって、うん、そのグループを、うん、ライブ初めて行くんですよって話してて、うん、っていうそれが昨日だったんらしい、あっちから言ってきたの、そう、へえ、すごいドキドキするとか言って、緊張なお持ちなんだ、ね、それがなんかその座席、うん、2日前の夕方に分かるんですよって言って、まだ、へえ、何それ、何、座席が分かるのがそのライブの2日前の夕方に分かるの、へえ、何でだろう、ポンってなんか、なんかあれ、転売防止とか、あ、今そういうのかな、うん、へー、自分は後ろで見たいみたいな、うん、前より後ろで全体をゆっくり見たい、ね、見たい、うん、見たいんですよね、うん、あ、そうなんだ、そうなんだ普通はみんな前で見たいんだよそういうのって、うん、いや、俺は、うん、曲が好きっていう感じの人なのかな、で、なんか見えないんだって人、歌って、え、そういうライブかって、そういう感じなんだ、グリーン的な、うん、ね、なんだ、あ、そうなんだ、そういうのを好きになれるってすごいね、え、でも逆にそういうのって前でさ見てさ、うん、どんな人歌ってるか見たいって思わないの、うん、いや、俺はちょっと違うんだよ、なんだ、後ろでちょっと全体雰囲気みたいみたいな感じで、怖いだけじゃないの、ね、ちょっとね、初のライブが緊張してるだけじゃないの、スピーカーに怖がってんじゃない、ね、そうだよ、でっかいスピーカーに、そうなんだろうなみたいな感じが出てにじみ出ながら、そうだね、で、まあ、もしさ、じゃあ前にね、に来ちゃったら、
ま、ちっちゃい女の人がさ、うん、後ろにいたらさ、うん、譲ってあげなよと言って、うんうん、言ったりじゃなくて、うん、そんなのもう俺にはできないですよ。何それ、何その恥じらい。そこ、まあ、なんかそういう話とかしてて、うん、え今日席分かるんですよねみたいな、うん、あ2日後、うん、あもう出てる時間だとか、携帯で分かるみたいな、うん、じゃ見てきなよみたいな、うん、なんか46列の何番だった、うんうん、ああ椅子があるタイプのあれなんだ、うんうんうん、国際フォーラム、あ、はいはいはい、大きいんだね、うん、えそれどこら辺なんだろうねって、座席表でちょっと見てみたらって、うん、そんなの見れるの、見れるんですか、うん、なんかもう全部知らないの、ね、初なんだ、全部初、え見れるよそういう、うん、調べてみとか言って、うん、後ろの方だったって、あーよくもよく、まあ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 、いやでも本当にそういう初めてのライブってドキドキするよねって思った、うんうん、確かにね、うん、そうだね、ドキドキ、どんな空間に行っちゃうんだろう自分はって思った、わかるわかる、それを昨日体験したんだ、あどうだったんだろう ね、感想を言われんじゃない、ね、絶対感想を言われると言われますね、うん、ね、どうだったかな、ね、みんなその椅子の時ってさ、座席がある時って立ち上がる、うん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 、タイミングとかね、うん、難しいよね、ね、音が大きくなったじゃんこうさ、ね、SE の、うん、ねんねんねんこう最初からみんなバーって立ち上がる系だったらいいんだけどさ、あちょっと緩やか系なあの曲調のライブとかでさ、はいはい、立ち上がる雰囲気じゃないみたいな時あるじゃん、あでも中間ら辺で結構こうノリのいい、そういうことね、ノリのいい曲メドレーっていうのが始まったら、うん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 、立つ人チラチラいるみたいな、立つ人もいるよね、そういうのってね、ドキドキしちゃう、ね、様子見ながら、うん、やるよね、ね、確かに初めてのライブってドキドキしたなってちょっと思いましたね、うん、そういう座席の、うんうん、確かに座るまでがこうちゃんと座れる、たどり着けるかみたいな、なんか、うん、そうだね、広いし ね、うん、ね、間違ってないかなとか、ね、間違ってないかなって思って、会場とかって何分前に行ったらいいんですか、うん、とか、あもうさっちゃんは結構そういうライブ行ってるってのは知ってるんだ、なんかもうそういう分かるみたいな、あ把握されてたんだそこは、把握されてたんだ、把握されてるとかジャニオタの子とかも、うん、そっかそっか、そっかいろんな人も聞いてて、うん、まあ普通に会場時間に間に合うぐらいには行くかなとかって、うんうん、まあ、グッズ販売とかあるし、うんうんうん、なんか最後にも買えるけど、うん、終わった後にもそういう時混むから早めに行った方がいいんじゃないとか言って、あとは的確だ ね、すごい的確、うん、そのジャニオタの子も絶対前の方がいいよって、うん、席、うん、席なん後ろに行く意味が分かんないとか言いながらも、うん、いろんな、うん、好きな、うん、あのあれだよね、おのおのの、うん、なんかその本人のことも好きみたいなさ、曲も好きだけど、うんうんうん、本人も好き、本人も好きとかだとね、やっぱ前で見たいっていうのもあるけど、まあね、結局前に一回行っちゃったら前で見たい、うん、見ることがいいに越したことはないよって言った、うんうん、確かにそうだ ね、 そ、 うね、それは本当に言えてる、うん、私もバンド、うん、アイドルはやっぱ前で見たいっていうのは、うん、前で見たいよね、出るの分かる、うん、でも結構バンドもそうだと思う、でもバンドは前で見たい、バンドは後ろでもいい、あのどっちでもいいって思ってたんだけど、うん、やっぱ音のさ、うん、前だとさ、うん、本当にアンプからの直の音とか聞こえるじゃん、うん、全然違うんだなって思って、うんうん、確かになんか同じバンドのライブで、うん、すんごい前の時と2階席の時があって、うんうん、全然違うと思って、うん、まあね、全体的にこう、うん、楽しみたいって時はやっぱり、うん、後ろで全、うん、ゆったりと見るのもいいんだけど、うんうんうん、めっちゃやっぱガンって耳に来る、まあね、近いと、終わった後とか、ね、そうだね、耳がもう、みんなでね、ああこんなに違うんだなっていうのはあるね、うんうん、
一人で行ったのかな、一人で行ったんだ。あ、その日は全部休みにして、うん、好きなんだ。その一日の計画まで聞かされて、計画一日、その最初は美術館に行って、うん、美術館、最初はそう、最初グッズ買って美術館行って、うんうん、ライブ行くっていう、そんな人だったんだ、ね、美術館、何の美術館とか知らない人だと思ってた、ね、なんか写真を撮りたい、そのなんか若いからさ、うん、興味があるんだね、興味あるんだ、うん、写真に今興味ありなんだ、写真インスタに上げたいみたいな、いい写真を、映える写真を撮って、はいはい、うん、そういうのあるもんね最近、うん、そう、ミスマッチなんだよね、写ってる人とさ、そうそうそう、背景の洗練された感じとさ、すごい写真撮るのが上手くて、そうやって上げてるやつ見せてくんだけど、うん、いいのその写真は、まあなんかすごい映え、映えね、夜景、あ、なんかもう違うよね、違う、スタンスが、ね、スタンスが、うん、もう分かってるよね、うん、ちゃんとこう映えるっていう色味の作り方とか、はい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 、すごいわ、そういうのを やりながら、一日を充実させて、うん、そういうインスタを更新したいとい う, そうらしいです、インスタ更新したいやばいな、本当にそういう話を延々と聞かされながら、うん、結構 きついんですよ、きついね、きついんですよ、きつ、きつ、まあ、楽しいけど、まあ、楽しいけど楽しいけどね、すごいね、いいじゃん、うん、楽しそう、いいね、最高じゃん、楽しい、ね、なんか2連休で、うん、その前の日は何のよ、その、うん、次の2連、うん、2日目がライブと、うん、ああじゃあ前日は何しようみたいな、うん、ああ知らんよ、知らないよのんびりしたらいいんじゃない、うん、ハンモック出して寝ようかなとか、ねえどういう人なのいいじゃん、寝てなとかハンモックがあるという情報を植え付けてきたね、もともと買ったっていうのは知ってたんで、うん、あ、そうなんだ、ぶら下げられるんだね、お家で、ね、すごい、どんな家だよって、うん、でそれでヨルシカが好きで、ヨルシカを聞いて、いやちょっと感想をまた教えてほしい、ね、感想ですね、ということです、はい、はい、ということで今週もありがとうございました、ほどよきところで、はい、また次回お会いしましょう、おやすみなさーい。